こんにちは、はるです。今回はこちら、デルフォニクス大阪店さんに行ってきました。目的はこちらのダイアリーお披露目会ということで、早速見ていきましょう。正面には来年の干支である蛇柄が並んでましたよ。まずはね、ざっくり見ていきたいと思います。はい、今回のね、お披露目会のパネルも飾られてまして、この辺りはね、オルガンが並んでおります。そして見てください、こちら、こうやってね、一気に見れるのがすっごいテンション上がってワクワクしちゃうんですよ。今年はどれを使おうかな、どうやって使おうかなっていうのをね、考えながら一つ一つ手に取れるのが嬉しいんですよね。皆さんはこうパッと見た感じ、気になるのありますか？後でね、もうちょっとじっくり見ていきたいと思います。すごいですね、こんなにたくさんロルバーンを見れることってなかなかないので、めちゃくちゃテンション上がっちゃう。はい、このあたりも可愛いんですよ。アメリカンスイーツ結構ね、見られてる方多かったです。で、このあたりはロルバーンではなくって、デルフォニクスさんの手帳がずらっと並んでおりました。はい、ここはちょっとじっくり見ていきましょう。感じですね。はい、ちょっと近づけます。いいですね。はい、こちらはお花のデザインのものですね。こうやって手に取ると、箔が綺麗。やっぱりね、こうやって箔をね、実際の目で見れるのがとっても嬉しいですね。どうしてもね、オンラインとかだと、その箔の美しさとかがなかなか分かりにくかったりして、なのでね、こういうお披露目会嬉しいですよね。はい、あとね、こちら背表紙もね、しっかりデザインがあって、なんだかちょっと本のような感じで、はい、これ結構気に入りました。あとこうやってね、立てておけるので、こういう感じで置いただけでもなんかおしゃれですよね。あと色が違うだけでもだいぶ雰囲気違うなっていう風に思いました、皆さんはどの色がお好きですか？はい、いいですね。あとこちらのデザイン、ワンポイントにね、モチーフが入っていて、シンプルですけど色合いとかも含めておしゃれですよね。こちらなんかはビジネスシーンにすごく合ってるなっていう風に思います。はい、こんな感じですね。ということで、一周してきましたよ。全体を写してみるとこんな感じですね。いかがでしょうか？はい、それではもうちょっとじっくり見ていきましょう。このあたりがノートタイプで、こちらがリングタイプの横型とスリムタイプ、あとこちらの方が M と L と A5 サイズですね。はい、色は5色展開になるのかな。で、こちらのシリーズは結構色展開がたくさんあって、で、表紙に書かれているのがディアリオっていう風に書かれてるんですけど、これ調べてみたらスペイン語で日記という意味でした。こんな感じですね。どれにしようかすっごい迷っちゃいました。はい、で、このね、ノートタイプ、ホチキスで留めてあるタイプは、裏表紙にもデザインがあるので、これちょっと広げてみるとわかるんですけど、はい、ありますよね。本当はね、こういう感じで見た方がデザイン的にはいいのかな。はい、あとこちらのコーナーはスタッフさんがね、書かれた日記っていうのが置いてあって、こういう感じで書いたらどうですかっていう感じでね、はい、とても見やすいノートが置かれておりました。では他のデザインもじっくり見ていきましょう。まずこちらに置かれていたのが表紙を変えられるロルバーンと、あとこちらですね、パステルカラーのロルバーンもとっても可愛かったです。
このねロゴの箔とっても綺麗なのと、あと表紙のねこのマットな透け感っていうのがすごい私好みで、これもいいなって悩んじゃいましたね。あとこの辺りはね、去年もあった表紙をその時の気分とかで変えることができるタイプのオルバーンですね。はい、なんかね全然違いますよね、この窓とこの夜私好きなんですけど、時間でなんかこんなに雰囲気変わるんだって思いました。で猫ちゃん可愛くてこれにしたいんですけど、夜が好きだし合わせてみたらいけるかなと思ったんですけど、ちょっとイラストが被っちゃいますね。まあ気にされない方は全然いいと思うんですけど、あとはねその使ってない表紙を中にこういう風に挟んでインデックスみたいにしてもいいかなと思って試してました。どうしてもね横がやっぱりちょっと出ちゃうので、ここが気にならない方はこういう使い方もまあありじゃないかなって私は思っちゃいましたね。でこちらは食べ物ですね。こちらに置いてあるパンを挟んだり、よいしょ、はい、こんな感じ。あとはこっちのチャーハンですね。はい、全然雰囲気違う。うん、美味しそう。でもね食べ物を見たらねお腹減っちゃうんですよね。あとスタッフさんに教えてもらったんですけど、ここのマーク、ロゴ、なんだろう、アルファベットがちょっと隠されてるみたいなんですけど、わかりますか？私途中までわかったんですけどね。はい、こんな感じです。次にこの辺りが直営店舗限定のデザインですね。デルフォニクスさんのウェブショップでは8月の9日金曜日11時半からの発売になってたと思います。そしてこちらの方がイラストレーターのジャコモ・バニャーラさんとのコラボレーションデザインですね。3柄あるんですけど、どれも色使いがすごく綺麗でなんか可愛いですよね。そしてこちらのねグラデーションの2色も直営店舗限定デザインですね。はい、こんな感じになっておりまして、こちら下に行くとお花柄のデザインとか、あとね色がとっても綺麗なデザイン、そしてこちらの方にはワンちゃんとね猫ちゃんのデザインのものと、あと食べ物のデザインのものがありましたよ。猫ちゃんの方ちょっと見てみましょうか。ゴムバンドを取って表紙をねめくってみると、わかりますかね、リングに穴全部通ってるんですよ。なので外れにくくなってるっていうところが私すごい好きなポイントですね。はい、こんな感じですね。猫ちゃんかわいい。なんかお目のクリクリですね。そしてね猫ちゃんつながりでこちらも直営店舗限定のデザインとなっております。先ほどと一緒でオンラインは8月の9日11時半からの発売ですね。そしてこのあたり、ここにも猫ちゃんいますね。このあたりは2025の数字に注目してみてください。はい、どのデザインもねちょっと遊び心があってこういうのいいですよね。そして次にこの辺りは、はい、いいですね。色がとっても綺麗です、うん、で、アニマルのデザインのものですね。はい、選び抜かれたアニマルちゃんたちです。下にはこちらログチャートとガントチャートが置いてありました。はい、ログチャート私結構好きなんですよ。で、こちらの方は帽子がキラキラっとしているタイプですね。眩しい。そしてね、こちらがねちょっと見えにくいかなと思って手に取ったんですけれども、持った瞬間うわーってなりましためちゃくちゃこの辺り眩しかったですね。で、この辺りはねシンプルな感じで、でもこのシンプルなんですけど、このシリーズとかはこの表紙のこの紙の素材感がすごく素敵なのと、あとロゴがめっちゃかっこいいなと思って見てました。うん、素材感を
ちょっと楽しめるロルバーンだなっていう感じがします。はい、こんな感じですね。でこちら下の方もシンプルなデザインでカラーバリエーションもたくさんありますね。はい、こんな感じになっておりました。ピンクかわいい。今年はロルバーンのログチャートピンクにしようかな。はい、やってきましたよ、アメリカンスイーツのコーナー。結構見られてる方多くて、私もねめちゃくちゃここのコーナーじっくり見ちゃいました。すっごい可愛くないですか。なんか色もいいしデザインもいいし、うわたまんないなと思いながらね眺めてました。これホットケーキで、これアイスクリームでしょ。で箔のね、このロゴの箔の感じもいいんですよね。はい、でこちらとで全部ねリングと箔違うので、その組み合わせとかもね、あこれには金なんだとか見てました。はい、で最後ねドーナツ、これがこうアメリカで販売されてるドーナツっぽい感じで、めっちゃ甘そうです。美味しそう、お腹減ってきちゃったはい、こんな感じですね。で下はねロルバーンだったんですけれども、これねあのノートタイプとリングタイプであって、上はロルバーンではなくって、あのリングじゃなくて製本のタイプになって、でアメリカンスイーツのドーナツが B、 ケーキが C、 アイスクリーム A、でホットケーキが D っていうね、はい、商品名で書いてありました。で、こっちのね大きい方もあの製本のような感じになっていて、はい、結構ねしっかりしたあの古書のような感じで、で中はあのウィークリーのブロックタイプのような感じになってましたね。あの見開きで1週間見れるタイプですね。はい、で小さい方は手のひらサイズぐらいで、これもね可愛かったです。うん、使いやすそうですよね。はい、こちらも4柄でありました。で最後ねこちらのペラペラっとしたノートタイプ、こちらの方はマンスリーでありましたよ。ロルバーンのノートタイプと比べるとアイスクリームの大きさとか色が違いました。こんな感じで箔もすごいしっかり乗ってます。横の棚にはロルバーン以外にもたくさん手帳が置いてありましたよ。このタイプとかはあの裏もデザインがあるタイプで、はい、あさっきの猫ちゃん見てなかったですね。猫ちゃんの裏はネズミさんでした。そしてこのかじられたリンゴの裏は犯人がいました。はいこんな感じでね、薄い軽い手帳っていうのは仕事とかでもいいですよね。じゃあ他のも見ていきましょう。こんな感じですね。はい、シンプルでおしゃれ、さすがデルフォニックスさんの手帳ですね。いかがでしたでしょうか。気になるデザイン見つかりましたか。私はいくつか見つけちゃいまして予約をさせていただきました。やっぱりねこう一気に見れるのっていいですよね。もう本当にありがたいなってとっても嬉しかったです。で、こちらね購入予約するといただける記念ステッカーっていうのあるんですけど、こちら私が行った時にはもうちょっと品切れ中で、あの取りに行く8月10日以降に一緒にいただけるとのことでした。今回のこちらのお披露目会、どうしてもちょっとね遠方で行けないとか予定が合わなくて行けなかったっていう方たくさんおられるかなと思います。そんな方のね少しでも参考になっていたら私も嬉しいです。あと、こちらねデルフォニックスさんのウェブショップでは8月9日の金曜日11時半からの発売で、デルフォニックス大阪店さんとスミス各店では8月10日の土曜日から発売になるみたいなので、デルフォニックスさんのウェブショップチェックしてみてください。そ
それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画良かったよと思ってくだされば、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。